お疲れ様です。昨日はたくさんの誕生日おめでとうコメントありがとうございます。さて本日は視聴者の方からアンティークブルーでとあるウイスキー扱ってますかっていうコメントがありましたので、今日はそれを使ってロックで飲んでいきたいと思います。本日は山崎12年完成いただきます。とっても上品な甘い香りがします。ロックで飲むと樽の渋みがちょっとあるんですけど、やはり上品な甘みと、あと最後にちょっとスパイシーな感じがあります。山崎12年間違いないです。最高です。